では最後に回り道という歌を聴いてください。ありがとうございました。ゼリナでした。今笑っただから私も笑ったんだ。くだらない話の中君が笑ったから、流れに身を任せ生きるのが現実か。愚かなのかなんて考えたりもしたけど、傷ついた時間ごとリセットしたいと思う。どうでもいいことがどうでもよくなくて、we are.